この発音記号が表す音は、英語の母音の中で最も口を大きく開けて発音する音です。あ。この発音記号の音をどの語で用いるのかということについては、後で見ていくイギリス英語かアメリカ英語かという問題の他に、アメリカ英語内での方言差も知られています。例えば、画面右側の記号が表す音、あ。口を縦にも横にも大きく開く左側の音、あと区別して発音する方言が多くあります。そのような方言では、左上、color、右上、caller、左下、caught、右下、caught と、左と右とで発音上違いが現れます。この区別をする方言は、アメリカ英語の標準としばしば使われ、音声学の教科書はこの違いを明確にしたものが多いです。ただし、実際のアメリカ英語の使用において、特に近年のアメリカ話者は、もともと別の母音だったこの2つの音を融合させ、1つの母音として発音する話者が非常に多くなってきています。結果、そういう方言では、上の2つの語はどちらも color、下の2つの語はどちらも cut と発音されるようになります。実際はこの2つの極端な決断の間で揺れ動く方言が多くあるようで、どの語の赤色部分の母音をあ、お、どちらの音で発音するかで違いがあるようです。本チャンネルではこの2つの音の区別がある方言を扱い、左側の音あを本動画で、右側の音おを後の動画で特集します。ではまずアルファベットA のスペル部分だけでこの音が現れる場合から見ていきましょう。左上から父親 father 温泉 spa、 そして同じくこの音が現れる A のスペル部分の後にスペル LM が続く場合が少数あります。この時 L の音はしばしば発音されません。右上から冷静な calm、 手のひら palm。ただし、これから見ていく多くの場合については、今度は特にアメリカ英語とイギリス英語の違いが重要になります。この母音はアメリカ英語にもイギリス英語にもあるのですが、どの語の発音にこの母音を用いるかにおいて違いがあるため、そうした語を見る上では、アメリカ英語かイギリス英語かで発音が異なることを知っておくと便利です。今回特に問題となるのは、アメリカ英語ではあが用いられるものの、イギリス英語ではおという音で発音される場合です。発音記号では今回の母音あを左右ひっくり返したような記号ですが、少しこもったおという音を表す発音記号です。あ、お、あ、お。この対立が起こるのはアルファベット O のスペル部分での発音が大半です。アメリカ英語では赤色部分を今回の母音、口を大きく開けて発音するあで発音します。左上から角材 block、 体 body、 箱 box、 人形 doll、 落とす drop、 熱い hot、 仕事 job、 鍵、鍵を閉める lock。 イギリス英語での発音もチェックします。左上から block、 body、 box、doll、 drop、 hot、 job、 lock。 次の語群の練習、まずはアメリカ英語での発音。左上から大いに、くじ、 lot、 否定、何々ない、 not、 深鍋、 pot、 岩、 rock、 衝突、 shock、 点、 spot、 止まる、停留所、stop、 頂点、top。 イギリス英語の発音、左上から lot、 not、 pot、 rock、 shock、 spot、 stop、 top。 またアルファベット A のスペル部分にアメリカ英語とイギリス英語で同様の発音の違いが現れる場合があります。皆さんにもおなじみの疑問詞、アメリカ英語では赤色部分を短くあ、またはあで発音されます。まず左下からご一緒に what、
そして今回のアメリカ母音の英語で発音しましょう。ご一緒に What。 一方イギリス英語では赤色部分が O で発音されます。ご一緒に What。 以上あを耳と口で練習しました。そもそもアメリカ英語を運用するのかイギリス英語を運用するのかという問題の他に、アメリカ英語を運用するにしても方言がいろいろあるという問題もあり、どの語をどの音で発音するのか、ご自身がものにしていく英語によって難しい問題がある母音でした。とりあえず自分がとっつきやすい方言から入りながら、最終的な決断は英語力が上がってきた頃まで先延ばしにしておく方が良いでしょう。